1990年代前半に活躍した男性デュオグループ、クラス。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でもクラスの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんなクラスのプロフィールとその後を紹介させていただきます。クラスは津久井勝之さんと日浦貴則さんの2人のボーカルからなるデュオグループです。横浜のクラブの米軍基地などで外国人を相手にハウスバンドで R&B のカバー曲を中心に音楽活動をしていた津久井勝之さんと、一度はソロデビューを果たしますがアマチュアに戻り、システムエンジニアをしながらオリジナル曲をストックし、デモテープを持ち込んでいた日浦貴則さんの2人が、日本でサイモン&ガーファンクルのようなデュオを作りたいというプロデューサーによって引き合わされ、結成されました。初めて2人が顔を合わせた時、30歳を過ぎても音楽にハマっている者同士、同族意識のようなものを感じたといいます。1993年4月にデビューシングル「夏の日の1993」をリリースします。この時、津久井勝之さんと日浦貴則さんは共に33歳と異例の遅咲きのデビューでした。夏の日の1993には、テレビ番組「君といつまでも」のオープニングテーマ、そしてセゾンカードの CM ソングというタイアップがついたことで、有線放送などでリクエストが殺到し、販売枚数170万枚を超える大ヒット曲となります。ちなみに当時のギャラは月給制で15万円だったとか。日浦貴則さんはサラリーマン時代に年収1000万円超稼いでいたので、再デビューのために辞めて収入はすごい下がりましたが、それでも最初にソロデビューした時は月5万円だったので不満はなかったそうです。続いて10月にセカンドシングル「もう君を離さない」をリリースします。こちらもテレビドラマ「女検事の捜査ファイル」の主題歌に起用され、販売枚数 33.7 万枚のヒット曲となりました。1995年にクラス、健次郎さん、井上武秀さんの4人による限定ユニット「M ワンダフル」を結成し、6月に映画「聞け、和田摘の声ラストフレンズ」のイメージソング「エンドレスワールド」を発表しました。その後もシングルをリリースし、美しいハーモニーを生み出しますが、シングル7枚、アルバム6枚をリリースし、1996年3月31日に解散しました。解散について後のインタビューで日浦貴則さんは、津久井勝之さんといろんな意味で合わなくて、自分から辞めさせてくださいと言ったと語っています。結構な大金を積まれて何とかと頼まれたこともありましたが、お金の問題じゃない、ストレスをためずに、好きなことをして生きていきたいという思いがあったそうです。それで和クラスのその後がこちら。2003年にデビュー10周年記念として再結成し、夏の日の1993から2003アップトゥーデートセッションをリリースし、ライブを開催しました。同曲は2003アップトゥーデートセッションということで、夏の日の1993をリメイクした楽曲で、ニューウェーブといったアレンジで、かなりオリジナルとは違う雰囲気になっています。2004年には爽やかなドライブミュージック全6曲に、過去の名曲シングルの PV やデビュー3年間の秘蔵映像が収録された DVD 付きの通算7枚目のアルバム「夏季」をリリースしました。夏季リリース後は活動はしていませんでしたが、夏の日の1993が収録された2007年4月発売のコンピ版 R35 スウィート J バラッツがミリオンに迫る大ヒットを記録したことで、解雇系の特番や企画ライブエクラスとして呼ばれる機会が増えます。2人もこれに応じてクラス名義で活動していました。2007年6月に2枚組の新ベストベストオブベストが発売されます。 R35 スウィート J バラッツ効果により新曲の要請もありましたが、日浦貴則さんはクラスは1996年に解散していて、再結成は一時的なものであるというスタンスでいたために、新曲制作の件は断ったといいます。しかし津久井勝之さんの方は続けたかったようで、結果日浦貴則さんが脱退して新メンバーとクラスを続けることとなりました。こうして2008年4月に津久井勝之さんと当時クラスが所属していた事務所社長の岡崎幸三さんでクラスは再始動します。新生クラスは2008年12月にリメイクシングル「冬の日の2009」
続けて2009年4月にアルバム16年と1日を発表します。これに乗じて新ベストプレミアムベストクラスも8月にリリースされました。しかし2009年年明け頃に津久井勝之さんにがんが発覚、隠したまま活動を継続していましたが、2009年10月に津久井勝之さんの死去が発表されて闘病していたことも明かされます。これを受けて岡崎幸三さんは一人でクラスを継続する意思はないことを表明し、クラスの活動は停止、終了となりました。このクラスの代表曲、夏の日の1993を Google 検索してみたところ、関連ワードに、夏の日の1993歌詞ひどい、というキーワードが表示されていました。調べてみるとどうやらこの曲の歌詞に不満を持っている女性が思いのほか多いらしいのです。服の上からだと全く想像できなかったけど、水着になるとすごくいい体してるね、別人みたいだ。僕には合わないと思ってたけど違うみたい、好きだわ、と言っていると解釈され、この曲に出てくる男性は失礼なやつだと多くの女性が感じていたようです。しかし夏の日の1993で始まった恋のその後は2008年12月にリリースされた冬の日の2009で綴られていたのです。歌詞の中で誕生日プレゼントに指輪を用意している様子や見慣れた笑顔にときめいている様子から1993年の夏から長いこと連れ添ってきたことがわかります。彼らは無事結ばれていたんですね。クラスとしての活動は終了していますが、夏の日の1993は90年代を代表する夏ソングとして今でも多くの人に愛され続けています。続いては津久井勝之さんのその後がこちらです。解散後は都内ライブハウスなどで積極的にソロで活動を続け、ギタリスト、ボーカリストとして多数のアーティストとのコラボレーションや楽曲提供を含むプロデュースなどを手掛けてきました。しかし、その後は売れなくなり、音楽活動だけでは生活することができなくなったため、家族を養うために、理科で使うフラスコなどを作るガラス工場で働いていた時期があったそうです。今までスターであった自分が、工場では年下から仕事のことで怒られたりして、プライドが傷ついたことなどをライブで語っていました。ソロ活動の拠点として、みんなに喜んで音楽を聴いてもらえる場を提供したいと毎週土曜日、渋谷にある桜フルール青山のカフェメリーココでライブを続けました。また毎年長野県の丸子町で青年団を中心とした、町おこしのための文化事業としてコンサートを企画開催しています。ファンの人からの要望で、全国の福祉施設や病院、青少年センターなどに出かけてのコンサートも多かったようです。さらに2002年に、ソロ活動を通じて知り合った仲間と、新しいスタイルを確立するためにユニット、T2K を結成し、アコースティックでのアルバム、アシッドをリリースしました。プライベートでは結婚して娘さんが一人います。いつどんな方と結婚したのか情報はありませんでした。2003年にクラスを再結成します。2006年10月にソロアルバム、笑うことをリリースします。2008年に新メンバーでクラスが再始動しました。12月にシングル、冬の日の2009をリリースし、冬の日のクラス会を開催します。2009年には、オリジナルフルアルバム16年と1日、を発表し、紅白出場を目指すと意欲を見せていました。そんな津久井勝之さんは、2月に体調不良を訴え、その後の検査で胆管癌で短い余命を宣告されていました。しかし、音楽活動を続行したいと手術は行わず、投薬治療しながらライブ活動などを続けてきました。最後までそばでメンバーとして支えた岡崎幸三さんは調子が悪くなると黄疸が目や顔に出たので、黄色いサングラスをプレゼントしたこともあったそうです。アルバム発売直後の5月には、音楽をやっていると不思議と体調が良くなる。ずっと生き続けますと力強く話していました。その後、10月1日の昼過ぎに、お腹が痛いと救急車で緊急入院します。知人が見舞いに訪れると笑顔を見せるなど一時持ち直しましたが、2日に容態が急変。妻や長女、親族らに見守られ眠るように息を引き取ったとのことです。大きなステージは、
同年8月6日に開催された神宮外苑花火大会で神宮球場が最後となってしまいました。同月12日に音楽葬が東京青山葬儀所で営まれ、関係者やファン1500人が参列しました。会場は個人が好きだった色とヒット曲夏の日の1993のアンサーソング、冬の日の2009のイメージに合わせて霞草など白系の花3000本以上を敷き詰め、中央には最後のライブとなった8月の神宮外苑の花火大会でのライブ写真、さらにレコーディング風景やスタッフから送られた自画像などを飾ってありました。場内外に設置されたモニターからはラストライブの映像や今春リリースしたアルバムに収録された桜の未完成音楽ビデオなどを上映しました。音楽葬終了後、取材に応じた日浦貴則さんは、彼はライバルというか戦友でした。お互いソロ活動をしていたので、ブログなど遠くから見ていた。ここから先は、救いの分まで歌い続けていきたいと語っていました。さらにメンバーで葬儀委員長を務めた岡崎幸三さんも取材に応じ、クラスは日浦貴則さんと津久井勝之さんが始めたもの。津久井さんが亡くなった以上、ここでお別れした方がいいと故人を偲ぶとともに、ユニットの解散を宣言しました。享年49、ご冥福をお祈りいたします。続いては日浦貴則さんの現在の姿がこちらです。当時と比べるとふっくらした感じですね。解散後は再びソロとして活動のほか、作曲家として横浜ベイスターズ応援歌、勝利の輝きなどを手掛けました。2003年にクラスを再結成し活動します。プライベートでは1987年に故郷の広島で出会った銀行員の女性と結婚し、娘が2人、息子が1人います。長女は美容師で、美容師の旦那さんと夫婦で東京と杉並区阿佐ヶ谷で美容室を経営しています。2022年12月には日浦貴則さんにとって初孫となる女の子が誕生しました。次女の職業は巫女さんだそうです。2008年4月にクラスを脱退しました。意に反して新聞に家庭の事情で脱退と書かれたことに対し、勝手に発表されて記事にされたことからブログで苦言を呈していました。当時若い社員の時の経験を生かして建築家向けのオートキャドセルフラーニングソフトと呼ばれるソフトを開発すると、これが結構売れていたようで、3人の子供を養いソロ活動をしながら生活できていたようです。2008年からインディーズレーベルでの活動を開始します。2009年にライブツアーやアルバム心のベルのリリースなどを行いました。以降は毎年アルバムを発表、ツアーを精力的に行っています。2011年8月夏の日の1993のセルフカバーを収録したアルバムシーオブラブをリリースします。2012年7月にはストリングス渚カルテットとのコラボレーションアルバムコーヒーガリガリを発表しました。タイトルのコーヒーガリガリはコーヒーを引く様子で、何気ない日常を大切にしたいという思いが込められた大人のラブソングとなっています。またアルバムタイトルにちなんでオリジナルブレンドコーヒーを作成し、ライブ等で販売しました。その後も毎年アルバム制作ライブツアーを行っており、2024年現在もライブツアーで全国を回っています。ライブではソロでクラス時代の曲を歌うこともあるようです。日浦貴則さんは全国のライブ会場までライブで使用するスピーカーやアンプ、シュラフ、毛布を積み自分で運転していくそうです。事故を起こさないよう自動運転機能がついたミニワゴンの新車を購入し、車の屋根に自分でソーラーパネルをつけ、蓄電池に貯めてライブで使用するイヤモニの電気などを賄っています。ライブ用のオケ伴奏なども自前で作成し、手作りライブをして楽しんでいるようです。好きなことしかやっていないからストレスがなく、病院には全く縁がないという日浦貴則さん、これからも長く音楽活動を続けてほしいですね。続いては新メンバー岡崎幸三さんの現在がこちらです。クラスの活動終了後は2010年に中学の先輩だったギタリスト近剛さんらと新バンドバトルクライを結成します。
バトルクライサウンドスタジオにて数々の作品を作り上げ、自身でも作詞作曲を担当し、ライブハウスなどを中心に精力的に活動するも、CD のリリースはなく DVD のみの公開でした。ゴルフメーカー GMA の代表でもあった岡崎幸三さんは2004年からゴルフ番組ゴルフ武勇伝の MC を務めていましたが、2018年3月に番組が終了します。2020年10月バトルクライで共に活動したドラマーの長谷川浩二さんらと新バンドひずみを結成します。12月に還暦記念として幸三名義で男酒でソロデビューをしました。男酒は昭和歌謡の香りが漂う R&B で、甘い歌声と心に残る旋律が印象的な曲となっており、同年代の方には懐かしいと思ってもらいたいし、30代、40代の方もしみるじゃんと思ってもらえたら、飲みながら歌ってほしいですねと岡崎幸三さんは語ります。さらに紅白初出場を夢に掲げていた津久井勝之さんの志を受け継ぎ、チャンスがあれば津久井の形見を持って紅白に出たいと NHK 紅白歌合戦の出場を目指しているそうです。ちなみに私はクラスの曲の中で夏の日の1993が一番好きでした。この曲はふとした瞬間に友達からそれ以上の感情が生まれることがストレートに伝わる歌詞と、夏らしい爽やかなメロディーとハーモニーで耳心地よい楽曲でした。皆様はどの曲が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1990年代前半に活躍した男性デュオグループクラスのその後を紹介させていただきました。これからも懐かしのスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。